お家ですぐ黄ばんだ歯を白くする10の方法。レッドカーペットを歩いたり雑誌の表紙を飾る芸能人の命は、そう、白い歯。私たちの憧れですよね。でもプロの手によるホワイトニングはお金がかかります。なかなか手が届きませんよね。でも大丈夫、大切なお金は全部貯金しちゃいましょう。今回はあなたの歯の表面も銀行口座も一切傷つけない10のナチュラルなホワイトニング方法をお教えします。これらの方法を使用する際には以下の点に注意してください。まず、それぞれの方法を併用してはなりません。気に入ったものを一つ選んでそれを続けるようにしてください。また虫歯やその他の歯の病気がある場合にもおすすめすることができません。この場合はまずあらかじめ歯科医師に相談するようにしてください。また日頃から歯を正しくケアすることもポイントになりますので、日頃の歯磨きなどの方法をこの動画で見直してみてくださいね。目から鱗が落ちるかも。それではお家ですぐにできる DIY ホワイトニング法をお教えしちゃいましょう。1、活性炭。活性炭は自宅で使えるホワイトニング剤として近年注目を浴び始めています。歯を白くする最も簡単で最も安価な素材ですから、それもうなずけますよね。活性炭は抗酸化物質として紅茶やコーヒー、食べ物によってついた歯のステインを魔法のように落としてしまうんです。活性炭で歯を磨くことで歯の色の明度を高めることが可能なんです。すごいでしょ。試してみたいという方はこちらの方法で、まず活性炭の錠剤を粉末にし、濡らした歯ブラシにそれをつけて歯を磨くだけ。一旦歯が真っ黒になりますが問題ありません。一度うがいをして洗い流せばずっと白い歯になっていますよ。2、粉ミルクと歯磨き。乳製品、特に牛乳は歯の健康にもってこい。なぜなら牛乳にはカルシウムとリンが含まれ、これが歯のエナメル質の修復を助けるんです。普段の食生活に乳製品を多く取り入れるか、粉ミルクを使って歯磨きをすることが白い歯への近道になります。これを市販の歯ブラシと組み合わせることでより高い効果が期待できます。まず歯ブラシに歯磨きをつけ、この上に少量の粉ミルクをつけたら歯を磨きます。これを週1、2回継続することで真珠のように白く強い歯が手に入りますよ。3、重曹とレモンジュース。重曹は歯の表面に付着したステインを取り除き、歯を白くしてくれます。レモンに含まれるビタミン C にもまた歯の色を明るくする効果があるんです。またご存知の通り、レモンには抗菌作用もあり、口内の雑菌を殺してくれます。ほらほら、早く出てきたって。これらの材料を使って輝かしい歯を得るための正しい分量は、歯ブラシの上に重曹を一つまみ、そしてレモンジュースを数滴垂らすだけ。またこの方法は週に1回より多い頻度で使用することは控えてください。ホワイトニング効果とエナメルの健康を得るにはその頻度で十分です。また小さじ1の重曹に小さじ2の水を加え、それを使って歯を磨くという方法もあります。この方法はより優しいクレンジングを可能にしてくれるため、週に2回までなら頻度を増やすことができます。4、過酸化水素水。過酸化水素水には漂白効果があり、歯のホワイトニングにはもってこいです。ただしこれを使用する前には歯が弱くなっていないことを確認してください。 OK であれば脱脂綿を過酸化水素水に浸し、歯に優しく塗っていきます。ただしホワイトニングは頻度が多すぎるとエナメル質を傷つける恐れがあるため、週に1、2回で抑えるようにしてください。歯を傷つけることが心配であれば、薬局などで過酸化水素入りの歯磨きを手に入れるようにしてください。これらの歯磨きはその他の材料によって過酸化水素が薄められているので、歯のダメージを気にする必要はありません。また歯磨き前のマウスウォッシュとして使用することもおすすめです。1.5% から 3% に薄めた液を使用するようにしてください。その他の可能性としてはジェルやホワイトニングテープと使用する方法もあります。
いかなる形でも過酸化水素水を使った方法では雪のように白い葉を手に入れることができますよ。5. ベーキングパウダーとレモンジュース。重曹との方法に似ていますが、歯の表面のステインを落とし、レモンで歯の色を明るくする方法です。小さじ1のベーキングパウダーと絞りたてのレモンジュースを小さじ1混ぜ合わせ、それで歯を磨きます。この方法は2分ですぐに効果が現れます。ただし以下の注意事項をよく守って使用してください。エナメル質を傷つける恐れがあるので、2分以上この薬剤を歯につけたままにしないこと。週に 1,2 回の頻度でこの方法を数週間も続ければ、あなたのスマイルを見るのにみんながサングラスをかけ始めることになるかも。 6. シーソルトとレモンジュースと歯磨き。自宅のホワイトニング材料として最高なのがシーソルト。カルシウム、マグネシウム、鉄、その他ありとあらゆるミネラルや成分の候補です。塩には抗菌効果もあり、口臭を改善しエナメル質を保護します。ですから嘘だと思って小さじ2分の1のシーソルトと新鮮なレモンジュースを少量の歯磨きと混ぜてみてください。これを歯に塗って1分置いたらよくうがいをします。この頻度もこれまでのものと大体同じ、週に 1,2 回が良いでしょう。 7. レモンジュースと水。レモンジュースを水と1対1で割ったものには歯に白さを与えることに加え、虫歯を滅菌する効果があります。試すには小さじ1の水を小さじ1のレモンジュースと混ぜ合わせます。まずこの液を使用して歯をよく磨き、よくうがいをしたら、もう一度普通の歯磨き粉を使用して歯を磨きます。これを週に1回だけ行います。また別の方法は、この液を直接歯の表面に塗り10分置くというもの。時間が過ぎたら水でうがいをします。この方法は週に2回まで行うことができますよ。 8. リンゴ酢と水。リンゴ酢はとても強力なホワイトニングと抗菌作用を持つ味方です。ステインを除去し口内の雑菌をやっつけます。コップ1杯の水にリンゴ酢を小さじ2分の1入れ、それをマウスウォッシュとして毎朝使用します。水で酸度が薄まっているので、この方法は毎日行うことが可能です。また別の方法はリンゴ酢を直接歯に塗るというもの。これは約5分放置した後にうがいをします。酢にはエナメル質を破壊するほどの力があるので、この方法は週に1回までにするようにしてください。 9. いちご。いちごは美味しいし健康にも良いですよね。でも歯のホワイトニングにも効果があるって知っていましたか？その秘密はいちごもまたこれまで効果を示してきたものと同様、酸性のものですから。簡単な方法は、フレッシュないちごを1つスプーンで潰し、そのペーストを使って歯を磨くというもの。これによって黄色いステインを落とすことができます。ただしこの方法は1ヶ月に1回だけ。重曹と組み合わせるという方法もまたあります。いちご1つを潰して小さじ2分の1の重曹と混ぜ合わせたら、そこに歯磨きを加え歯を磨きます。この歯磨きは5分ほど歯につけたままにし、その後水でうがいをします。この方法は週に 1,2 回行うと良いでしょう。 10. 歯磨きとシーソルトと重曹とレモン汁。一つ一つが強力ならば全部一緒にしてしまえばよい。名付けてスーパーホワイトニング法。冒頭で併用してはならないという注意をお伝えしましたが、この組み合わせに限っては大丈夫。これらの素材は酸性のものとアルカリ性のもののバランスが取れているため安全なんです。レシピは大さじ1の歯磨きにシーソルトを一つまみと重曹を少々、そして4、5滴のレモンジュースをすべて混ぜ合わせます。この歯磨き粉を使って歯を4、5分磨きます。
一度使っただけで効果を実感してもらえると思いますよ。でもあまり喜びすぎないように。この方法はそれほどにも強力なため、使えるのは2ヶ月に1回が限度なんです。また効果の持続力も非常に長いため、エナメル質を傷つけないためにもやりすぎは厳禁。でも手に入っちゃうんですよ。最高の笑顔を手に入れる方法ってなんだ、案外簡単なもんなんですね。他にも自分で作れる歯磨き粉のレシピご存知ですか？コメント欄で教えてくださいね。高評価ボタンと皆さんの白い歯の秘密を知りたがっているお友達へのシェアもぜひよろしく。っていうか今からもうシェアしちゃえばいいじゃない。まだまだ動画はたくさん。ブライトサイドのチャンネル登録をお願いします。